みんな旅してますか？どうもともです。三角点伊良部島、伊良部そばに大和ブー。それでは行ってみましょう。今から伊良部大橋をレンタカーで渡っていきたいと思います。おー、いいですね。爽快。今日も天気がいいので食事後ね、日中も取りやめ的なものは降ってんですよ。で、夜のうちにね、結構雨降ってくれてんのね、一応割合晴れてて使ってます。あー、いいなー。まあ来た時にね、宮古下地島空港に来たんでね、でそっからシャトルバスでね、あ、宮古島の方に移動した時に動画を撮ったりもしたんですけども、やっぱバスの中で見る景色もいいんですけど、タカー借りてね見ると、うん、こっちの方がいいかな。なんか気分爽快だな。なんかこれはこれはって、これはこれはのこれはっていうのはね、じゃあ関西の人間なんでね、都内海のしまなみ海道いうんですが、私的にはね、あそこがやっぱり一番綺麗かなと思ってたんですよ。思ってたと言いますよ。さすがにこれ周りの海が綺麗すぎてね、で橋も壮大で、いやーこれは負けたね、こっちの方が上だねって思っちゃった。でもね、しまなみ海道はね、私好きなんですよね。結構神戸から明石海峡大橋通ってね、まず淡路島行ってね、で淡路島で観光して、で鳴門大橋渡ってって感じで、で四国でね、よく私うどんが好きなんでね、香川のうどん食べて、んで、そのまま、しまなみ海道の方に行ってね。帰りは、広島や岡山や、抜けて帰ってくるいうことをね、結構いろいろ、やってんですけどね。はい。なんせね、広島もいいですよね。あ、ど忘れした。あ、厳島。あ、厳島ね。で、牡蠣とか美味しいんでね、私、牡蠣が好きで行ったりするけど。だから、この橋を渡りながら、ふと、その時のことを思い出しちゃった。そちらの方もね、今後またね、旅しながらね、上げていきたいと思いますね。いや、でも今日はこの快晴で、すごくいい。いやー、もう最高だわ、これ。最高なんだけど、パッとね、天気がと思ったらパッとね、なんか雲が暗くなって、パッとこう、雨が降るっていうのはね、いやいや、すごいですね。まあでもね、雨降られても、気温自身が低くないんで、程よいですね。普通だったら、本州とかおったらね、雨降れたら、なんかべちゃべちゃして嫌だよとかね、冷たいよとか言うけど、すぐ乾いちゃうからね。で、風もね、カラッとしてるからね、ジメジメしてないからね、いいですよね。いやいやいや、神戸はね、ほんと夏なんかいたらもうほんと、今年は青森の方にいさせてもらったんですけどね、青森最高でしたね、もうほんと。なんせね、神戸はね、ジメジメしてんですよね。こちらの南国はやっぱ気温は高くてもカラッとしてるからもう本当にいいですね。で、青森は青森で気温が低くってって感じでさ、あれいいですね。意外に気温だけじゃないところでね、湿気とか風通しとかそういうのがやっぱり影響するんだよね。いや、神戸は神戸でいいんですよ。神戸プリンとかね、神戸ワインとかね、神戸牛とかね。一応フォロー、地元の人間なんで一応フォローしとかなね。でも青森とかここ、ねえ、あ、まもるくん頑張ってますね。はい、ご苦労さまでーす。いやいやいや、宮古島、伊良部大橋渡ってきましたけども、これ渡ったということで。伊良部島に来たんで、一番ね、伊良部島で高いところからちょっと眺望を見たいと思います。伊良部島で一番の高いところの眺望というのは、牧山展望台いうところなんですね。今これ、牧山展望台の駐車場来てます。こんな感じで。駐車場無料ですね。これ地図なんですけど、あ、現在地が地図あって結構ね、で、あそこが展望台で、まあトイレはあそこ、ここないんですよ。駐車場トイレないんですよ。私探したけど。あそこまで立ったから、だから、200メーターぐらい歩いて、展望台のとこ行くんですけど、で、その間にね、自然林、いろんなね、植物とか、見ながらね、楽しみながら行けるっていう風になってまして、で、ここの展望台がね、まあ一番この島で高いんですけど、形がちょっと特殊になってまして、これ、皆さん見てわかりますか？サシバというね、鳥なんですけども、展望台がね、サシバの形をしているということで、面白いので、ちょっと皆さん、一緒に見ながら楽しんでいきましょう。それでは行ってみます。いや、いいですね。こんな感じで、爽快で天気も良くて、小鳥のさえずりもありまして、風は全然ムシムシしてなくて、カラッとしてて。まあね、日差しはね、そこそこきついんですけど、ジメジメしてないからいいですね。あー、なんか、こう、森林浴って感じで、独特の香り、木々の香りっていうかね、
いや、空気がいいですよ、本当に。いやー、気持ちいい。ああ、私、駐車場から歩いてきましたけど、で、あそこトイレですね。いや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 、来ましたよ。牧山展望台。サシバという鳥をモチーフにして作られた展望台ですね。もういっそのことね、サシバ展望台でよくない、サシバ展望台でいいじゃない。牧山展望台って地名つけても外部の人わかんないからね。サシバの方がなんかもういいんじゃない、形的にもわかりやすいし。あ、きれいきれい。あ、作りがやっぱりね、なんか、ちゃうわ。これはいいわ。すごい絶景。あれが伊良部大橋ですね。一望に見えますね。大絶景ですね。伊良部大橋をこんなに見えるのはこっからだけじゃないかな。あ、すげえ。あっち側の方に行けばズンズンズンって方角的には三角点の方角になるかな。ラッキーですね。晴れた日なので島が全部見えますね。晴れた日じゃないと見えないですよ。あそこに見えるのが栗間島です。そんでこれが伊良部大橋で、で、あれが宮古島で、まあ、ズン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 って、この展望台360度、見渡せるんでね。結構広いですよ、この展望台。こんな感じになってるんですよ。参考にしてください。で、あれだ。もう見えてる見えてる。やっぱり天気いいか。あれが、池間島ですよ。見えるな。池間島。あははは。見えてる見えてる。こう、海が、境目、あの辺に池間大橋があるよみたいな感じで見えてる。だから、池間島、宮古島、栗間島、ほんで、ここ伊良部島ですからね。こんな感じで360度を見渡せるんで。方角的にこの林の向こうですね。向こうが下地島になりますよね。はい。いいですね、この展望台。この展望台は結構おすすめかもしれない。下から、牧山展望台の様子です。展望台ですけども、さっきはこの島で一番高いとこ行ったんですけど、伊良部大橋の近くの展望台としてはここが一番かなと。まあ近くっていう意味では高いところじゃなくてね。伊良部大橋海の駅 I love 島みたいな感じな感じで、売店なんかもあるんでね。海の駅で駐車場無料です。伊良部大橋海の駅。やっぱり間近い、ちょっと小高くて間近だから、迫力、橋的には迫力ありますよね。さっきみたいに島をね、栗間島とか宮古島とか池間島とかね、見渡せるっていう感じではなさそうなんですけど、迫力ありますね。はい。ちょっと電信柱邪魔ですね。同じところなんかあったりして、伊良部大橋を見ながらね、食べれるというね。よいしょ。こんな感じ。こんな感じになってますね。下の1階は売店になってみたいですね。海の駅。1階は売店で2階がレストランで、眺望がいいから橋を見ながら食べてくれって感じですかね。お次はあれですね、あのでかいやつ。ヤマトブー大岩と言います。高木ブーじゃないですよ。ヤマトブー大岩。お名前の由来は不詳だそうです。日本は昔ヤマトの国とか言われたんで、そこからヤマトって来てんのかなって。で、ブーっていうのはなんか、なんちゅうかちょっとあれですね。経緯がないですね。だから、ご神体とかではないですよね。あれ、大きさが、高さがね、25メーター。ほんで直径がね、18メーターあって、重さが3万トンあるらしいです。あっちが伊良部大橋になるんですけども、海岸への道しるべ的な存在だったっていうか、まあ今もそうなんでしょうけども、海岸への道しるべの象徴的存在ということです。伊良部島に人が住み始めてから、ヤマトブーみたいな感じで、象徴的な岩として称えられてきたということです。いや、でかいですね。ヤマトブー大岩。で、こちらの方に、ちょっとした展望台って言っていいのかな？えらい、なんか錆びれてるけど。びっくりしたー。めっちゃびっくりするやん、これ。やばない？これ。いやいやいや、びっくりしちゃったよ。ほんとに。いやいや、だってこれ。こんな感じで、こんな感じで。なんでこんなとこあんの？うわー。すげえな、なんか作ろうとして。あ、でも見え方がちょっと違うよね。
やっぱり宮古ブルーだな、綺麗な。まあでもね、天気は急にね、雨雲でバーッと降ったりするからね。いや最高。はい、次行ってみましょう。はい、サバウツ川に来ています。昭和39年まで240年にわたってね、この辺りの生命を担う水でした。こんな不便なところね、水を発見して以来、こんな不便なところをね、ここですよ、ここ。ここを水がないから、何度も上り下りしてね、水を確保してね、この辺り周辺の人は、生計をね、命をね、持っていたというね、昔の人たちの暮らしに思いを馳せると、また感慨深いもんがあります。あ、すっげえ景色、綺麗。景色が。なんじゃこれ。すげえ。なにこれ。で、サバウツガのサバっていうのはサメなんですよね。怖いですね。このあたりは、サメが多いということなんで、サバっていう風に、サメのことをサバって呼ばれてたみたいで、サバウツでサバウツガーっていう風に名付けられたって。池間島からね、こっちの方面をね、眺めるとね、サメの口のように見えたということなんですよ。そこからサバウツガーっていう風に名前がついたということなんで、どうでしょう。皆さん、面白いじゃないですか。感慨深いもんがありますね。いやー、絶景っす。いや、単なる井戸だと思ってね、通り過ぎないで、これ、動画を参考に来てみてくださいね。今言った通りなことプラス、この絶景ですからね。で、肝心の井戸は、あー、あれか。あった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 。発見発見。いや、ほんと昭和39年まで、この辺りの住民ってここしか水がなかったんだね。直径が 1.5 メートルで、深さが 4.5 メートルの、サバウツ川の井戸になります。覗き込んでます。ああ、今、水っていうもんがねえな。いや、これでも、すげえわ。景色もいいし。ここを、毎日ね、水を求めて、登り降りするっていうのも大変だし。ね。だけども、まあ、雨とかの日だったら大変だけど、晴れた日だったらこれ、景色がこんだけ絶景だから、気分も爽快だったんじゃないかな、なんて勝手に昔の人に思いを馳せて、断崖絶壁です。降りてきたのでね。こんな感じですね。いや、すっげえ綺麗。さすが宮古ブル。ちなみにここ、宮古市の指定なんか史跡に認定されている貴重な神聖なスポットです。ぜひ動画を参考に来られてみてはと思います。いや、本当に綺麗。あれ、やっぱあれね、岩浸食されてない、のっちって言っていいのかな？大神島でも、あれ見ましたけど、やっぱり長い年月をね、かけて、このキノコ型になってるな。これはいいな。大神島だけじゃないな。綺麗綺麗。でも、波、サンゴと外界との境界線がちょっと近いですね。皮膚の切れ目が近いですね。波だっていうところがね。でも、ここら辺は浅そうだから。うん。いやー、これいいわ。こんな感じで、結構急な階段です。こっちにもね、展望台があるのでね、サバウツが。ちょっと展望台から見ていきましょう。天気が良くて気持ちいい。ここだと波の音が、いいですね。いい具合に聞こえる。三角点までやってきました。今日は風はそんなに強くないですね。爽やかですね。天気に恵まれ、青空と宮古ブルーの景色が最高です。ここは波の音も聞こえて素晴らしかったです。いいだな、海の中とかじゃなくて、景色として。まさに大絶景。三角点からチャンネル登録よろしくね。三角点から100メーターほど先のところにイグアナ岩があります。亀がいっぱいいます。もう大絶景ですよね。素晴らしい景色です。まさに絶景です。はい。お次は船うさぎバナタ。船うさぎバナタ。ちょっと言いにくいね。これ地元の方言で船を見送る岬という意味だそうです。で、まあ、ちょっと下見てもらって分かるように濡れてるでしょ。ザーッとね、通り雨が来たんですよ。来るなと思ってたんですよ。イグアナあたりからちょっと暗くなってたんで。でね、やっぱり一雨来たらまたカラーッとね、綺麗な空になりますね。昔はサシバという鳥のね、形をしてたんだそうですけども、ちょっと侵食というか、危険なのでね、取り除かれたそうです。あ、ここはここでまた。雨がカラッと降った後、晴れ間が広がったので、景色がいい感じですね。船杉、バナタ、こんな感じです。
船を見送ってるよって感じですかね。はい、西海岸公園まで来ました。ちょっと行ってみましょう。見通しはいいですね。あっち綺麗、すごいリーフの切れ目がくっきりと、うわすごい広範囲にわたってリーフの切れ目がくっきりと見えます。絶景です。はい、白鳥岬まで来てます。それでは行ってみましょう。はい、白鳥岬ですけども東シナ海に面していまして、こっからリーフが始まるスポットでもあります。ご覧のようにあっちからリーフが始まってこっち沢田の浜まで長く続いていきます。ちなみに沢田の浜は渚百選のスポットです。シュノーケリングしてる方は結構で、あっちがズドーンと深くなってます。海がご覧の通り白鳥岬、あそこがリーフの切れ目、こっから始まってあっちがですね沢田の浜で、シュノーケリングやってる方が複数います。それでは次行ってみましょう。はい、伊良部そば亀行ってみたいと思います。駐車場はちょっと少ないですけどあります。止めれました。どっちだ、思いもかけず昼食並みになりました。亀休みでした。でもって今ここ戸口の浜まで来てます。ちょっと見ていきましょう。ああもう本当に美しいですよね。で駐車場代とか無料です。ここに駐車場あるんですけども、結構観光バスなんかも止まったりして広いですね。でもすごい人が多い。あめっちゃ綺麗。戸口の浜非常に美しいですね。あまりにも美しい。どうだろう、遊泳にはすごくなんか美しいからいいのかな。でシュノーケリングはどうだろう、サンゴとかあの辺どうだろうな、あんのかな。ちょっと潜って調査していきたいと思います。あの辺かあの辺ですよね。なんかちょっと岩みたいな、岩陰みたいな感じの色がね濃いの。ちょっとこんなんですよいうことを調査していきたいと思います。なんせめちゃめちゃ綺麗ですね。でね、昼食難民になったんだけど、なんか伊島観光サービスっていうところがあったので、戸口の浜にね、でそこをシュノーケリングとかカヤックとか貸し出ししてんですけども、まあ食事もできるってことで後でそこ紹介していきたいと思います。じゃあちょっと行きましょう。あーめっちゃいい。うわーすげー、やっぱ白い砂浜、サンゴはなさそうな感じだけどな。あそこら辺ちょっとね、あそこら辺とかあっちら辺とかちょっと行ってみよう。さっきは来ました。伊東観光サービスがあって、こちらトイレとシャワー、こちらあっちが先を潜っていった浜になります。まあ普通にトイレで、でシャワールームは裏手にあります。こっちがですね、ここがシャワールームになってます。で感じで、まあ棚があって100円入れてシャワーザーッと100円入れて使うって感じですね。まだ宮古島来て宮古そば食べたことないんで、ちょっと食べてみたいと思います。あーつくづく食事難民で完売だそうです。宮古そば750円、完売。いやもう今日もあれだね、マックスバリュー様々だね。マックスバリュー24時間やってんでね、もうあそこだね。うん、まだね宿取ってる日もあるんです。その宿を中心にね、宮古牛とかね繁華街に出ていきたいと思うんでね、交互期待ということで。いや本当にこう重なる時もあるんだね。この番組では旅グルメについて配信していきます。共に共有できたら嬉しいです。チャンネル登録お願いします。いただきました。お願いします。